だからできないところはできるところだから、できないって言うと落ち込んでる場合じゃないの、ここの画面で私なんかこんなになってんだけどとか言って落ち込んでるんだったら早くやれやって話なのよよくね皆さん落ち込んでもなんかならないんだけどって、その落ち込んだのあるんですか、じゃあ逆に聞きますけどって、やるっきゃないだろうっていうところなのね。その辺がやっぱりさ、自分の体を好きになる、あの諦めないこう気持ちなんですねそこも大事なの。これみんな難しくて心折れてくるのよ、だんだんとなんかならないんだけどみたいな、回線とか何やってんねんこれみたいなことになるから、それは誰でもなりますっていうことなの、しょうがない。だけどだんだん連携も分かってきたらだんだんなるようになってくる。だって皆さんどうですか、坊様だってエクササイズクラス一番最初からビギナーでやったからここまで来れたんでしょ。でそこまでで今さ、皆さんさ体変わったでしょ、自分の体これやる前と今どうですか、今の方が好きじゃない、ほらでしょ、っていうことは変わってんだよ少しずつみたいな、分解と合成を繰り返して変わってくるの、うちらって。だからこの今もってなんでこんな屈伸とか言ってんのよこの人って、だってここが一番基礎だからみたいな、だからやれてたと思ったけどよくもうちょっと研ぎ澄まして見てごらんっていうことなんですよ。内線とかちゃんとできてた、手ちゃんとついてるっていうことを言ってんの。こう側屈の時もここちゃんとつけてますって、姿勢なんかこうとかなってません、ちゃんとチェックしてっていうところを言ってるわけで、そこに一つはこの気をつける落としどころ、鎖骨と仙骨、肩甲骨と恥骨っていうので伸びてきたらだよ、このちゃんとつけたらこの手はちゃんと外旋になるし、逆に鎖骨落ちてきたら内旋になってちゃんと手首つくんだなってことなの。だからダンスの本ねあるんだけど、ダンスの本には1と2の間で回転、1から2の間で4分の1回転とか書いてあるの、足を側方に向けてとか書いてあるので、それを読んで側方に向けてる場合じゃないんですよ、うまいことやればそうなりますっていう本なのあれだけど皆さんさ、それを答え合わせのような形で、あ置くのねって最初からやっちゃうから、そうじゃなくて自然にスイングをしたらそうなりますよっていう本なんですよ。その本の読み方もわからないじゃない、あもうみんなはさやっぱり日本人って勤勉だから答えが合ってなきゃダメなんだって思っちゃうから、でやったけどそこに行かないんだったらどっかおかしいんですよ、体が使い方が、そういうふうなちょっと逆の発想でやんなきゃいかんってことなのね。